1分間の自己 PR お願いします。そこがすごいもったいないなっていうふうに思った。負けず嫌い、一番挫折した経験をみんな話そうとするんですよ。これが嘘で、この放送は地方学生の挑戦を応援する上活の提供でお送りいたします。ズーという会社に来ました。面接の指導をしていただくということでよろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回 の面接の前提条件としては、みすーさんの志望業界としては一旦広告業界と仮定させていただいて進めさせていただけたらなっていうふうに思っております。じゃあ1分間の自己 PR お願いします。足りない、だからやるという精神を持って今まで生きてきました、はい、それに対して何か足りないことを補おうとするときに常識にとらわれないで努力してきました。例えば大学受験の時なんですけれど、自分がどうしても行きたい大学がとても効率を改善するだけじゃ間に合わなくて、効率だけじゃなくてもう勉強時間自体を増やさないといけないと思いました。そこで食事を見直して全部10秒で終わるような栄養が入ってるゼリーに変えたり、髪の毛を20センチ切ってお風呂の時間を短くしたり、歩くときはいつも単語帳持ってたりして女版二宮金次郎とか呼ばれてたりしました。結果的に E 判定から B 判定まで上がることができました。こういう風に他の人が取らないような手段も視野に入れながら積極的に行動していくことが私の強みです。自己 PR の強みのところで、ゴール達成のためにどんな手段でも取るみたいなところを言ってたじゃないですか。お話したエピソードが受験だったんですよ。これがめっちゃもったいないなと思って、今のそこに使えるエピソードって何かっていうと、 YouTube のドキュメンタリーに参加してっていうのってすごく広告業界にもつながるし、この方が市場価値がめちゃくちゃ高いエピソードなんですよ。就職活動で私は田舎にいて正直情報もあんまり入ってこない、でも私は広告業界でバリバリ働いて成長したいっていうふうに思った時に何がいいかなっていうところで、今回 YouTuber の俊大さんと縁があってお会いした時にYouTube に出るっていうのはすごく大きな決断ではあったんですけれども、他の人にはできない経験になるし、自分では繋がれない人と繋がれると思いますし、また広告業界っていうところと動画 YouTube っていうのはこれからすごく広告業界で動画っていうの地位っていうのは上がっていく中で、そういった経験を肌で感じられるっていうのは自分の未来にめちゃくちゃ繋がることだと思ったので一歩踏み出す決断をしました。このように私はゴール達成のためにできることを考えて取り組むところが私の強みだと思います。こっちの方が受験のところよりもズバッて入って広告で未来を作っていうところに繋がるエピソードになるかなと思ったので、そこがすごいもったいないなっていうふうに思った一つのところですね。挫折経験教えてもらってもいいですか？一番の挫折は大学受験です。先ほど B 判定まで上がったと言ったんですけれど、結局落ちてしまいました。正直自分の人生の中で一番時間をかけて推努力したという自信があったので本当に落ち込んでしまって、家族の前であんまり泣かなかったんですけれど丸2日ぐらいずっと落ち込んでました。家族とか友達とかがこう声かけてくれて、別に大学受験が全てじゃないよっておっしゃってくださって、確かにちょっと視野が狭くなりすぎたかなと思って、とりあえず前を向こうと思って前に進んで復活することができました、挫折経験話すときのフォーマットみたいなのがあって、挫折経験ってまずどんな挫折経験をしたのかっていう点と、その挫折に至った要因の話をして、で結果ここから学べたこと、これが多分一番重要なんですけど、みすゞさんのさっきの挫折経験の話ってこういう挫折をしました、落ち込みました、で結果としてなんか周りが助けてくれた、気持ちが楽になった、特に自分で工夫したり何かを学んだとかっていう話がなくて、ただこんな挫折をして回復はしたんだけど偶然の産物になってしまっていたの で周りのアドバイスとかも聞いたり自分がいろいろ考えた結果
結局終わったことをいちいち後悔してもしゃあないとか、ネガティブな気持ちのまま時間を過ごすことには正直価値がないというかっていう風に学んだので、すごくこうポジティブにすぐ転換した。僕から学んだこととしては、挫折をして気落ちするっていう時間はできるだけ短くする。そのために例えば自分を勇気づけてくれるとか元気づけてくれる人たちっていうのにすぐ相談をするとか、対策の部分の話をもうちょっとした方が良かったなと思います。まあ、企業は結局どんな挫折したかが知りたいんじゃなくて、そういう挫折とか失敗に対してどういうアプローチをする人なのかが知りたいので、なんかそっちの方がまあ主題。挫折経験って言われると一番挫折した経験をみんな話そうとするんですよ。これが嘘で、一番成功した経験を話す方がいい。挫折経験は学祭の時とかってめっちゃ頑張ったと思うんですよ。めっちゃ頑張って、でもその途中過程ではなんでみんな言うこと聞いてくれないのとか、結果が出ないんだろうとか、スムーズに最初から最後までシュッていくっていうよりかは、いろいろ壁にぶつかりながら進んで最終的な結果にたどり着いたんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。そこのうまくいってない状態を挫折した経験ですっていうところで話して、でもこういうふうにしようと思ってやった結果、こういうふうに乗り越えることができました。一番の成功体験で、その途中過程の失敗を挫折経験としてエピソードチョイスをして話すっていうふうにすると、オチがつきやすい。将来像教えてもらってもいいですか。自分がこれがやりたいと思った時にそれがやれる環境を作っていること、作った環境の中で自分が日々成長している人になりたいです。自分がやりたいと思った時にやれるかどうかっていうのは、スキルの面もそうなんですけれど、目指してるのは結構 T 字のスキル、まんべんなくいろいろできるけどその中でも突出していることがあるっていう人になりたくて、その横に T の横なんですけど、そこでいろんな人とつながっててほしいんですよ、自分的には。でもしこれがやりたいと思った時に、自分のこの T 字の縦のところで頑張れればそれはそれでいいし、もしできなさそうならその傷の横でつながった人とこう一緒にやれたらいいなって思ってます。日々成長していきたいっていうのは、今まで21年間生きてきて、なんか負けず嫌いな部分があって、こう思ったらこうしたいっていうところがちょっとあるので、将来もそうなったらいいなって思います。T 字型の人材になりたいっていうのは、なぜ T 字型になりたいのかって話をすごく説明してくれたんですけど、 T 字型の人材になりたいって言ったら、うん、そうだよねと思うのがこっち側なんです。まあそれはいいよね、 T 字型って。じゃあ具体的にどうやって T 字型を目指していくのかっていう話ができた方が現実的な人なのかなって。なぜ T 字型がいいのかっていうところをそんなにアピールしなくてよかったと思います。すごい良かった部分っていうのは、表情がめちゃくちゃ良くて、詰まった時とかの表情もこうてーって笑うじゃないですか。詰まった時にやべやべってなってどんどん自分追い込んでる人って多いんですけど、そういうところですごく自然に笑顔が出て、すごいいつもニコニコされてるんだろうなっていう表情が出るのはすごくいいなと思いました。ありがとうございます。新卒の就活特有なんですけど、業界の志望動機ばっかり話してしまうんですけど、入社したら何かしらこう職種がいろいろあるわけですよ。業界の中に入った時にどんなポジションがあるのか、これは知っておいた方がいい。その仕事を具体的に理解しておかないと、結局入社後の将来像とかも具体的に話せなかったり、君は入ったら何したいのって言われた時に話せなくなってしまうので、職種の理解をしっかりするっていう。でもう一つが、やりたいっていう一辺押し、好きなことだから仕事にしたい、やりたい仕事だからやりたい、まあ、それも大事なんですけど、感情的にやりたいっていうのは。でもそれだけではなくて、その仕事をすることによって、例えば自分のキャリアプランにおいて市場価値を上げるっていう上でプラスになる要素とか、そういうちょっと打算的な志望動機っていうのも含めた方がいいです。やりたいだけじゃなくて。で最後の一つが、自己 PR をする場合にやっぱり会社は仕事をできる人が欲しいので、で仕事ができるっていうのは結果を出せる、数字とか売上とか利益とかなんですけど、こういったものを出すことができる人を欲しがっているので、自己 PR とか長所の話をする場合には目標の設定された数値があって、それをどのように具体的な工夫をやって達成したのかっていう、仕事のエピソードかのように話せるものを用意しておくっていうのが大事です。はい、以上です。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。どうですか。生クリームがちょうどいい甘さなんです。おー、よかったよかった。甘くなさすぎ、本当に美味しいです。ちょうどいい。いただきます。用意してできるもんじゃないと思うし、慣れもあるよね、多分。緊張して、全部飛んじゃったりします。経験ですね。うん、頑張ろう。仕事も経験。うん、頑張りましょう。頑張ります。面接指導を受けた美鈴さん。本選考まで時間がない中で、どこまで自分を高め、内定をつかみ取っていくのか。次回もぜひご覧ください。はい、じゃあ改めて面接ということでお願いします。Thank you.
耐え切ったと思います、うん。この放送は地方学生の挑戦を応援する上活の提供でお送りいたします。